防衛監察本部は防衛省の特別の機関である。防衛施設長談合事件や自衛隊の情報流出などを受け、全省的な法令遵守状況などをチェックするために新設された防衛大臣直轄組織の一つである。国家行政組織法第8条の3、特別の機関にあたり、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律により改正された、 防衛省設置法に根拠を有する。防衛省内閣組織の入札、会計手続きや職務執行の適正さなどを観察し、改善策を防衛省に提言する。創設当初の定員は26人。当初の報道では、検事や公認会計士も配置した約50人体制になると報じられていた。平成23年度現在の定員は53人。予算は約5億。 事例上の表記では、防衛観察本部は、防衛観察官には関さず、副観察官以下に関する。防衛観察本部は防衛省の特別の機関では、あるが、観察という任務の特性から、長である防衛観察官は防衛省職員ではなく、放送からの採用としている。ありがとうございます。